豊平区は札幌市の行政区。札幌市の南東部にあり、中央区とは豊平川、白石区とは東北通りを挟んで接しているほか、南西部は南区、東は清田区に接している。南部は緑豊かな丘陵地や山林があるほか、河川も多くある。冬には札幌市の北部で雪が降っていても、豊平区は雪が降らずに晴れていることがある。 実際に、陶器の積雪量は、北部と比較して、豊平く周辺の方が少ない傾向にあるが、冬の晴れた日には放射冷却によって、札幌管区気象団のある中央区よりも冷え込みが、激しく、低く、摂氏15度以下になる日も多い。また、羊が丘にある、北海道農業研究センター、気象観測路上における、観測値によると、2008年2月25日に引く、 摂氏24.0度を観測するなど、低、摂氏20度前後になる日もある。豊区歴史年表参照国の機関道の、機関独立行政法人、医療機関名簿参照新聞社、ケーブルテレビ局コミュニティ放送局、学生農夫特例対象学校一覧、参照同私立,私立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 、ショッピングセンタースーパーマーケット、 ディスカウントストア銀行共同組織金融機関1969年までは、上山系鉄道線が運行しており、豊平駅があった。かつては、札幌市交通局が、バス路線を運行していたが、段階的に、民間事業者に路線を移譲し、2004年に廃止となった。バスターミナル路線バス空港連絡バス、札幌市内の文化財、参照国登録寺院神社協会。 ありがとうございます。